はい、どうも、カッパ園長です。じゃあ今度はなんかね、自衛隊のお話らしいんですよ。ただ自衛隊員っていうよりも防衛大学ですかね。自衛隊員の方、自衛官の方を教育する奴らっておかしいな。なんか今問題視されているっていう、そういうお話ですかね。なんか防衛大学の教授、防衛大学で学生に教える奴らが、なんか変な奴らが増えてきてると。このままじゃまずいっていう話を、元防衛大学教授だった方、現役か。現役の防衛大学教授が、このままじゃまずいぞっていう、なんかそういうお話らしいです。これは、どうだろう。前もってお伝えしときた方がいいかな。僕は防衛大学 OB でもないんで、内部の事情ってわからないんでね。あくまでも、しかもこれマスコミの記事なんで、一応そのつもりで聞いていただいて、だからコメントなんか後で見させてもらった方がいいのかな。ね。例えば防衛大学、ね、私も通ってましたっていう人に、ね、まあコメントを見させてもらえれば、実際どうなのか。反日クソマスモミがなんか、自衛隊憎し、自衛隊腐すためになんか、でっち上げて、ね、自衛隊こんなやばいことになってんですよ。防衛大学なんてこんなことやってんですよっていうのがやりたいだけなのか。ちょっとわかんないんでね。防衛大学現役教授が実名告発。自殺未遂脱走不審火、新入生をカモにした賭博事件。改革急務の危機に瀕する、防衛大学校の歪んだ教育って書いてあるんで、これはなんか自衛隊防衛大学になんか悪口言いたいだけなのかな。どうだろう。防衛大学で教鞭を取る、教授が主人公なんですけど、東松春夫教授って方、なんか初めて見た名字ですね。等しい、この竹冠の、ね、東っていう字あるじゃないですか。あれに、なんだっけ、松竹梅の松ですよね。東松って読む名字の方がいらっしゃるんですね。へえ、なんかちょっとかっこいいですね。防衛大学っぽくないですか？僕だけかな。そう思ったの。が公開した、まあ衝撃的な、まあカミングアウトですかね。まあ告発、内部告発ですよね。形としてはね。コロナ禍で防衛大学校に変化が起きたと。教授は日本の内外で活躍する政治外交史、戦争史の研究者であり、軍事史研究家の、なんていうのかな。なんか翻訳で有名な方でもあるみたいですかね。なんかそっち方面のバイブルみたいな外国の書籍を日本に翻訳した人でもあるそうで。で、14年にわたって防衛大学校と自衛隊の諸学校で教鞭を取ってきた教育者でもあると。で、幹部自衛官育成の内情に危機感を持つ教授は、内側からの声だけで改革への道を開くには限界があると痛感し、7年にわたる組織の歪みを指摘した、まあ、論考を執筆したと。まあ、告発した経緯ですかね。で、教授の論点は多岐にわたりますが、昨年3月卒業した479人の学生のうち、任官辞退者、部隊への着任を見込んで自衛隊を、着任を拒否して自衛隊を退職したもの、まあ、防衛大学校はそもそもね、着任を前提に、お給料も支給されるんだもんね。だからこれを防衛大学に通って拒否はやっぱり、なんかルール違反ですよね。結構昔から言われてるけど。だったらじゃあ何のために防衛大学行くんだよっていう話になるじゃん。思ってたの違いましたって4年通って4年で合ってたっけ防衛大学って。それはおかしくねって思うんですけどね。なんかずるくないですか？だって結局ね、税金からじゃないですか。まあ今回はその話じゃないんであれですけども、まあ、任官拒否する人、辞退する人ね、72人もいたんだって。だいぶ多いよね。479人のうち72人が拒否したんだってさ。で衝撃的なのはその任官辞退者数だけじゃないと。卒業したものだけでなく、昨年4月に入学した488人の学生1年生のうち、約2割にあたる100人近い学生が入学から1年以内に退校していると。こっちならまだわかるよね。思ってたのと違うとかさ。うん。卒業だと。じゃあこの後就職ですけども、ね、自衛官になりますよね。嫌です。これはやっぱおかしいじゃん。どう考えても。またその話じゃないんですけど、ね、1年生がもう100人近く辞めちゃうんだって。これはちょっと多いよね、やっぱり。また2、3年生の間に自主的に退校した学生も相当な数に上ると。で、任官自体や、ね、中途退校者が急増した理由を、今の若者の精神的な打たれ弱さやウクライナ戦争を勃発に見出すマスコミや識者の論調を教授は強く否定していると。現役の教官として申し上げるが、学生たちの多くは打たれ弱いから辞めるのではないと。むしろ優秀で使命感の強い学生ほど、防衛大学校の教育の現状に失望し辞めていく傾向が強いと感じていると。そうなんだ。学生たちと同じように教授も防衛大学に失望して告発を決意したんですかと聞かれて、教授が学生を教育する立場の私が失望したと言っては元も子もありません。防衛大学には今なお使命感と情熱にあふれた学生と教官がいます。失望したから見捨てる、逃げるのではなく、どうにか真っ当な教育環境に整えたいと。で、コロナ禍以前から自衛官教官として、病人、怪我人、トガ人かな、病人、怪我人、トガ人、まあなんかそういう語呂合わせですかね。うん。を送り込んでくる、防衛省自衛隊のやり方に対して私は内外で批判の声を、上げてきたと。これ教授が言ってるんですよ。で、そのことで、自衛隊防衛省防衛大学に出向してくる防衛官僚の一部から恨みを買っていた自覚はありますと。なるほどね。自衛官教官とは、防衛大学で防衛学の講義を受け持つ現役自衛官のことですよね。で、聞かれると、はい、正確には防衛学教育学群と言いますと。他の大学にはない安全保障に特化した科目を教える防衛大学の看板ともいえる学群だと。ここには約40人の教官がいますが、そのうち30人が防衛省内のローテーション人事で捕食されている人々ですと。なるほど。病人、怪我人、トガ人は海上自衛隊の一部で使われている隠語で、教育部署に回される自衛官の類型を揶揄して使われているフレーズですと。おそらく陸自空自でも実態は大同小異、大して変わらないでしょうと。病人と怪我人は本人だけの責任ではありませんが、トガ人は論外ですよと。商業右翼を講師として学外から招く悪習があるって言ってるんですよね。トガ人とはどういう意味を指しているのか。部隊や自衛隊内の様々な機関でパワハラや服務違反を起こしたり、職務上のミスを多く犯したものを指すと。要するに部隊で、何かしらこの、要は弾かれた人ですよね。いや、この、なんていうのかな。レールから外れた、やらかして。そういうやつって残るの？みんなやめていくわけじゃないんだ。で、持て余された人々か。手軽な左遷先として防衛大学の防衛学教育学群に送られてきてるんだって。ダメじゃんな。なんてことしてんだよ。手軽な左遷先？いや、首にしとけよ。いや、これ知らなかったですね。ってことは、防衛大学で、ね、教えてるやからは、ね、そのなんとか教育学群っていうね、そこが要はこの吐きだめ扱いってことでしょ。ね、他じゃ使い物にならねえ、ね、パワハラとかさ、ね、服務規定違反、ね、何かしらこのペナルティー食らって、いや、なんだろう、要はレールから外れたやつ、ね、ドロップアウトしたやつが、ね、他じゃ使い物になんねえから、お前ちょっとじゃああっちだ、防衛大学なっていうので使われてるんだ。いや、違うだろう、本来は。逆じゃないの？エリートを育成に特化したスーパーエリートみたいな、なんだったらエリート上がりみたいな、そういう人用意しなきゃダメじゃんね。ええー。それは知らなかったな。ねえ、教授とか准教授といった肩書きになってるからさ、ねえ、やっぱてっきりなんか、ね、大学院出た、ね、自衛官、そう、だからエリートの中でもスーパーエリートみたいな人が担当してるものと思ったよね、てっきり。いや、僕はそう思ってたんですけど。で、まあなんか、ごくまれに修士とか博士、要はなんかそういう、この持ってる人も、あと、かつ学生教育に情熱を持つ方も、中にはいらっしゃいますが、ごくわずかだって。30人、40人のうち数人だってさ。で、なぜそういうことになるかというと、文官教官、自衛隊じゃなくて民間の研究者から選抜された教官と違って、自衛官教官には厳格な資格審査っていうのがないんだって。文官教官、まあ、講師、准教授、教授の採用は、これまでの研究実績、まあ、そもそもポストに空きがあるかどうかによって決まるらしいんですけど、自衛官教官の場合は、自衛隊で1歳以上の階級なら、1歳、昔の大佐か。防衛大学補職で、自動的に教授になると。2差3差なら、准教授の地位が自動で与えられちゃうんだって。だけど、大多数の自衛官教官は、とてもその任には耐えられない人々なんだって。不良教授をね、どんどん採用されてってるわけだ。へえ。だから修士号とか博士号を取得してない人が普通にいるんだってことだよね。で、教授や准教授といった立場で防衛大学にね、要はこの採用されたとしても、まあ特に勉強するわけでもない、研究してるわけでもない、代々引き継がれてるマニュアル本で、要はなんかとりあえずね、教えることは教えますよと。うん。で、さらに安直な陰謀論に染まることもあるんだって。自分が担当する授業の枠内で、学外から招いた怪しい右翼系論客に学生たちに対する講演をさせるケースまであると。だから防衛大学内で教鞭を取るのにふさわしくないやつが、さらに不適切なやつらを呼び込んで、なんか勝手にこの講演させてるんだって。この右翼系論客ってどういう類の人のこと言ってんだろうな。怪しげな論客。へえ、誰だろうな。なんか、あれか、YouTuber とかじゃないよね、まさか。池上先生とかじゃないよね。政治的に変更した低レベルの講演を学生たちに行って、彼らを、要はこのトガ人、ね、彼らを呼んだ、招請した、トガ人自衛官教官はいいことをしたと考えて、怪しい論学が防衛大学校で講演したことで自分に箔をつけると。そうした行為がまかり通ってるんだって。とんでもねえな。で、困ったことにこの種の、ね、商業右翼を講師として、まあ、ビジ右翼ってやつだ。どうだろう、この解釈、ね、この記事、一応日本の反日クソマスゴミの記事ですからね、これは実態を正確に伝える内容になってるのかだって、パヨったやつらから見たらさ、ね、ニュートラルの人も右側に、ね、書かれるわけですよね。うん。本当にこれはこのまま受け取っていいものかどうか、どうなんでしょう。防衛大学のみならず、陸海空の幹部学校、上中級幹部を養成する自衛隊の教育機関にまで見られますよと。まあなんかいろいろ入り込まれて、なんか食い散らかされてるっていうことは、まあなんかあり得るだろうな。うん、で、まあなんか事件があって、このコロナ禍での、大学内でのこの混乱っていうね、あの時期に。で、まあなんか20年11月、防衛大学学校長であった、これ、国分氏でいいのかな、当時ですかね。いや、陸上自衛隊最高幹部の陸将から副校長に捕職された原田氏などの無作為。まあ要は、見てみぬ、なんだっけな、言うべきことやるべきことをね、言わなかったやらなかったっていう、そういう意味ですよね。を指摘した申立書を当時この岸防衛大臣に送付したことがあるんだって。あ、今回のこの告発している方ですよ。学生たちを守るためだと。20年春、防衛大学執行部はコロナ流行の拡大状況を見誤って、春季休暇で帰省してた約1500人の在校生を3月28日までに招集、4月1日から500人の新入生加えて1部屋に8人を基本とする集団生活を強行したと。この軟禁ともいえる状況によって首吊りや飛び降りを含む5件の自殺未遂、多数の脱作、脱走ですね、要はね。ストレスによる放火を疑われる不審火、そこに新入生をカモとして数十万もの金銭が動いた大規模な賭博事件まで起きていたと。この間まともな授業もできず防衛大学は2ヶ月近く麻痺状態だったと。にもかかわらず防衛大学執行部は誰も何の責任も取らなかったと。一般大学では早いところでは2月末から密を避けるためのリモート授業の検討が始まっていたが、4月初めになって防衛大学では何ら方針が立っていなかった。その後も全くの、もうダメダメで防衛大学執行部には危機管理の意識がまるでなかったと。そこで、20年10月防衛大学に対して行われた特別防衛監察において執行部の責任を問い、教育機関としての正常化を求める申し立て書を提出。ところが約5時間後、監察団の次席代表である陸次一茶が私の研究室を訪れ、受け取れませんと申し立て書を返却してきたと。封が開いていたので中身には目を通したんでしょう。翌11月、私は岸大臣に申し立て書を送付しました。しかし、こちらも黙殺されたと。無責任な官僚や幹部自衛官たちは日本の安全保障を担う重要な人材の育成を一体何だと思っているのか。こうした経緯が積み重なった頃から最後の手段としてこの論考の公表を決意したって言ってるんですね。この東松教授ですかね。うん。まあ一応ね、鵜呑みにするんじゃなくてどうなのかなっていうのを、そうだな、防衛大学 OB の人とかに聞いてみるのがやっぱりいいですよね。で、まあそういうそれらしいコメントをまあ一応いくつか見たんですけども、やっぱりなんであんな、まあその要は実際在校当時ですかね、振り返ってみて、まあそういうコメントをしてる人が結構何人もいてね、なんであんな人がね、防衛大学の教授、要は防衛大学で教鞭取れるんだと。いつも思ってたと。防衛学に限らず普通の一般教科、一般教っていうのかな、一般の普通の授業もひどかったと。で、先生がね、君たちは研究者や学者になるんじゃないんだろうと。ね、自衛隊で自衛官として、だからまあ、そういう、なんか自衛官としての教養だから、ね、教えるのもね、適当だし楽なんだよ。へへへって笑ってたんだって、先生が。ダメだな、それは。あと入試問題もなんか随分あれらしいじゃないですか、防衛大学ね。うん。なんか特になんか理工の方がまずいらしいですよね。うん。だから結構優秀な、超優秀な人がね、入学してきた場合は、やっぱりなんか、あれって思って、そういう意味で思ったのと違う。で、辞めちゃう人が少なくないみたいですよ、どうやら。うん。しかしまあ一番びっくりしたのはね、自衛官としてね、なんかこう問題やらかして、で、このなんかこの吐きだめ、ね、左遷先になっていた。そんな奴が教えるんじゃダメだろう。しかもなんかその悪さやらかした時のこのコネクションとか使ってさ、問題あるやつをこのなんか外部講師として招いて、だから当然これね、費用、金も発生するでしょうからね。うん。いやいやいや、なんかそういうの、ね、防衛省はこの指摘を、まあ、とりあえず謙虚に受け入れて、やっぱり抜本的な改革に取り組むべきじゃないですかね。って思いますけど、あなたはどう思いましたかね。今回以上されてございました。ではまた、ごきげんよう。